部屋着わあ最悪ですよ。手洗うじゃん。テレサは無事なのよ。手洗ってたら、あのうちワンコがいるんですけど、ワンコがピョーンってここら辺ジャンプしてきて、うおっってやったら石鹸と水がピャーって今日着てた服にかかりまして、着替えましたよね。びしゃびしゃ、完全にびしゃびしゃ。だから困ってます。なんか仕方なく着替えて、いやでもほら乾かないじゃん普通に。だからリビングに置いてあった今朝脱ぎ捨てたパジャマを急いで着て今配信をしているところです。はい、そうなの。テレサが私を助けてくれた。こんばんは。今日さ、インスタの質問返しをちょっとやってて、まあ後でまた返そうかなって思ってるとこなんですけど、私インスタグラムのさバグが一生治らないって言ってたのね。もうなんかかれこれ半年は待った気がする。ようやく治りました、質問箱のバグが。こんばんは。はい、ようやく治った。もうねフリーズしちゃうのよ、一人返したらフリーズしちゃうから、画面がね止まっちゃうから何も操作できなくなって、だから一回アプリを落として、その投稿したものをがアップされるのを待って確認してからまた返すみたいな、超なんかこう二度手間ぐらい。いやアップデートしたら治った、でも何回もアップデートをしても治らなかったんですけど、今回のアップデートでようやく治りましたね。はい、そう、よかったわよ、ほんとよかった。だからこれで、まあ、いつもの倍は返せる。そう、効率よくね、てか効率よくってかいつも通り、やっと返せるようになりました。こんばんは。端末の相性いや分からんのよね、それがなんだか。あとはでも質問箱で追加で撮ったよって方とか、おしゃべり会の話なんですけど、オンラインおしゃべり会撮ったよとか楽しみとか、今日ツイッターにリプライくれてる方もいたんだけど嬉しかったね。もともと撮ってくれてる方とかはさ、なんかもういらっしゃったりすると思うんだけど、楽しみとかそういうのがねちょっと嬉しかったですね。はい、最近はなんかそうなんだよね、嬉しかった。今からすっぴんじゃなくなります。楽しみ、いつも楽しみ、おしゃべり会は。でも今週はないから、あら iPad が落ちた。
から、あの、何だったっけ？ iPad 拾いました。じゃなくて。え、何だったかな？あ、そう、今週はないから、あの、5日に、オープンレックの長時間配信しようって思いました。みんな来てねそう、オープンレック5000人行ったんですよ、フォロワーが。あ、今週ないじゃんって。で、ちょうど土曜日が私お休みだったから、あ、いいじゃんと思って、はい、突破記念配信。そうなんですよ。ショールームってフォロワー何人なんだろう。わかんないわ私の画面じゃわかんないわ。メイクメイク。19,838人。わ、コメントありがとう。わかんないね、多いか少ないのか。ずっとやってるから。うん。もうすぐ2万人じゃん。2万人いくといいな、今年中に。目標低い ?12 月31日までに増えれば OK。1万9000人はすごいよ、ほんと。もうちょっとね、ショールームも有名になりたいですわ。いい環境づくりと。ハンデが固まってる。あ、ね、昨日さ、私なんか性格診断みたいなやつをやってたんですけど、ファンの人が思いのほか思いのほか相性合う人がなんか私超えの人が多くて、普通に笑ったわよねなんか6桁の人とかいた。大丈夫って、もう心配だったよ。なんか私の人数が可愛かったまであったね。そう。私は1,380何人に一人しか相性合う人がいなかったんだけど、上には上がいましたね。そう、何万人に一人の人とかもいっぱいいたし、そういうのをあのみんなのやつを見てすごく一人でね、ニッコニコしてましたえ、この人意外とこんななんだみたいな。ありましたね。コンシーラーはここにも塗りました。ここ小鼻、ここと、ここでさ、それで思い出したんだけど、なんか写真を思、なんか昔の写真が出てきて、めっちゃね、ここ今全然何も刺して、透明のピアスしか刺してないんだけど、どっか行って、なんか全部ピアスどっか行ってさ、
もう何も指してないんですけど、私昔マジでピアスバチバチだったんだなってことに気づいたんですよね。うん、そうそう、 M グラム診断、これインスタのストーリーネタなんですけどね、めっちゃピアスだったよね。びっくりだよね。コンシーラー完了。使ったコンシーラー。そう、だいぶ減ったっていうか、まあ、つけてないだけ。全然つけれる。でもなんかめんどくさくなって、なんか夏はつけようって気持ちになるんだけど、冬はなんかあんまつける気になんない。なんでだろうな。あとなんかね、ピアスを探すのがめんどくさいんですよ。こう大事なティッシュオフ作業、こうやってね、やるとね、めっちゃつくんですよって見せようと思ったら何にも映らない。キワユちゃんのうちは届いてテンションが、あとは本当嬉しい。なんかグッズ届きましたかね。こうやってね、ファンデーションとか塗った後にこうやってちょっとティッシュオフすると余分なファンデーションが取れるんですよ。でも何にも映らなかった。すごいついてたんですけどね。パパ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 。何やってんの。これちょうどよくつきました。キーホルダー頼んだ、ありがとう、嬉しい。テンションね、今日は悩みが1個晴れたので元気です。まあ、なんか何かっていうと、悩みがあったから7時になってしまったまであるけど、なんか最近めっちゃ空見ちゃうんですよ。もうやだ、最近めっちゃ空見ちゃう。そうね、別になんかその変なね悩みがあるわけではないんですけど、そう、青い空には雲は一つもない、メイビー、うん、そう、佐渡見た感じのあれではないから大丈夫。なんかでもめっちゃぼーっとしちゃうんですよね、いろいろ考え事しちゃう。だけど、ね、考え事ってやっぱしすぎちゃいけないんだなって思って、考え事をしていたせいで生まれたいらん悩みみたいなことで出るんですよ私。それが晴れたからマジで何もないんですよ。うん、そうそう、晴れた。でもなんかさ、新潟はさ、やっぱ天気が悪いのよね、冬めっちゃ天気悪いのよ。でやっぱ天気が悪いとやっぱ人間って病みやすいらしい。でも最近は新潟はさ、もうやっと雪が、冬が終わりかけてて、今日もさ、なんか午前中は天気悪かったけど午後は良かった気がするし、眉毛描くのうまくね。恥ずかしい、自分で言うの恥ずかしいけど、ビフォーアフターこれですよ、すごくない？え？すごくない？これビフォーアフター。絶対スクショしないでね、スクショしてもいいけど絶対載せないでね今のところ。
恥ずかしいから。こうやってね描くんですよ眉毛は。でもピアスをしててのことはこんな変わる。そうそう、おすすめだよ。男の子も描けばいいのにってたまに思う。ピアスをしてての話戻るけど、なんかやっぱピアスをいっぱいつけてるとなんかすごい心配されたんですよね、ファンの方に。当時なんかでも最近はしなくなったからかね、あんまり心配されないから、そこはなんかでもしなくしれ過去の面倒いんですよね。だからもう配信なんでいいです配信なんで書くのやめ、飽きる、終わりました。はい、キャーよいしょ。だってほらわかんないじゃん、わかる？わかんないよね。うん、オッケー。もう迷いますから開けて、オッケー。間違えた、開けてじゃない、見て。で、新しく出た迷いますからめっちゃ気になるんだよ。メイベリンの TikTok にめっちゃ流れてくるやつ。よし。できた。今日は8時まで配信ができるんですけど、適当メイクと適当メイクじゃないのどっちがいいと思いますか？あ、今女の子見てる？あー、助けて。ね、あ、鏡が。新しく買ったコスメがねあるんですよ。まあ、リップなんですけど、まあ、いつものモアリップ塗るじゃないですか。モアリップで口をまず潤わせます。なんか馴染ませるじゃんねえ。コスメ知りたい、本当。で、モアリップ塗ったら、ちっちゃいこのリップモンスター EX1番、真夜中の収穫祭、何それっていうのを塗ります。こういうっていう何を収穫するかはちょっとわからないんですけど、これを塗ります。塗るじゃないですか。これ、ね、もうちょっと重ね塗りしたいはいはい、これでも十分ツヤはあるっちゃあるんですけど、買ったのが、あ、やべ、この子、買ったのがこれです。
逆でした。あ、逆、逆じゃない、合ってる。クラランスのコンフォートリップオイルシマーっていう、まあ、デパートコスメなんですけど、もう3000円くらい。これのえちゃんの卒業プレゼントで、なんかコスメプレゼントしようと思って、行ったらこれめっちゃ可愛くて自分で買っちゃいました。自分のも買っちゃいましたか、うん、のえちゃんにも同じのあげて、こういう感じの、なんかねすごいピンクだと思うじゃないですか、まあ、ピンクなんですけど、ゴールドならね、なんかラメがねめっちゃ入ってて、すごくつる見えない、うるうるになるんですよ。伝わってる？春っぽいナチュラルな。ナチュラルな。いい感じのリップをね、買いました。そう、うるうるする。そういうのね、買いました。商品紹介。そう、春っぽいリップが、そうなの、そんなピンクピンクじゃないのが私めっちゃ良くて、イレモン的にめっちゃピンクピンクだと思うじゃん、なんか重ね塗り系のリップで、そうなの、なんかピンクベージュとかそういうのとかに重ねても可愛くて、まあね、春コスメって可愛いのよね。私ピンクピンクしてるとつけれないからさ、ちょっと濃くなっちゃうっていうか、あんまり、あ、ね、すごい気に入っているコスメ紹介でした。あとなんか匂いがめっちゃなんかお花みたいな匂いするけど、なんか何かわかんない。うん、多分いちごではなくてみかんでもなくてりんごでもないです。じゃああとはなんだろう、まあぶどうでもない。なんか何なの匂いかちょっとわかんないんですけど、書いてないし何の匂いか。でもなんかいい匂いがします。でも何の匂いかはわからない。花？花かな。でもさ、花咲いてるし花な感じしますよね。あ、桜？桜かも。いや、桃じゃないな、桃じゃない。なんか目が、でも桜食べたことないからわかんないんだよ、桜の味が。まあ、なんかあるじゃん、桜の飲み物とかあるじゃないですか。ちょっと無理で、飲んだことないのよね。何桜の味ってと思って、うん、桜みんなで食べたこともないしさ、わかんないのよね。だって桜食べるかさ、キャラメル食べるかだったらキャラメル食べるもん。なんかそう、スタバの限定品とか飲んだことないんだよね。もう気になるっちゃ気になるんだけど、あんまり挑戦できないタイプなのよね。そういうのって意外に高いじゃん。ゴミが入ってるような気がする。入ってる。ゴミ取っていい？ブラックメンボー。取れました。まだあります。どっか行った。
わかんないのよ、見ても。あれって思ったらさ、あ、目に反射してるやつかみたいになるし。でも取れたから OK です。取れた。そう、目ゴシゴシしたらね、メイクが崩れちゃうんですよ。それがね、きつい。わ、なにこれ。あ、きしもちだ。ありがとうございます。今日ひな祭りだかんね。今日みんな、私は女の子だから、わ、ひな祭りっぽい歌って何ですかね。あの童話以外で。ハム太郎？ずっと使ってるコスメ、キャンメイク12番。なんだろう。いや、48しか歌えないからね。48ってひな祭りないね、そういえば。あんのかな。もうない、キャンメイクのこれ、ここがマジでない。このアイシャドウマジで一生使える。あ、10年桜ね。さ、やっぱ桜ってこと。でもそれって春だったら何でもいいよね。メイク配信です。キラキラさせた。ひな祭りないか。まあないですよね。ないですよねっていうのもおかしいか。聞いたことないもんね、だって。うん、よし、今日はナチュラルメイクで完成。マスカラなし。ひな祭りの歌。明かりをつけましょう、ぼんぼりに。お花をあげましょう、桃の花。五人バイオリの梅太鼓、笛太鼓。今日は楽しいひな祭り。五人林の笛太鼓、今日は楽しいひな祭り。わっ、ミラーボールバージョン。
ヘイヘイヨーヨー、明かりをつけましょう、ぼんぼりにお花をあげましょう、桃の花、五人囃子の梅太鼓、笛太鼓、今日は楽しいひな祭り。よし。ありがとう。すごい降ってくる。ポン、あ、また来た。終わっちゃった。ありがとうございます。髪の毛も整ったかしら。ありがとうございます。すいませんね。パックマン。なんかないかな。ひなた祭り。やっぱひなた祭りですよね。ひな祭りってことはひなた祭りってこと。絶対通勤ひなたの日だとか言ってんな。でもひなたは今ひなたじゃなくてわかめだからわかめ祭りですって言っとこう。しとこ。ひなた今日ひな祭りだけど、ひなた今日わかめだからわかめ祭りだねって言っとこ。わかめ食べたよって言っとこ。じゃあやっぱひなた祭りということでこの歌を歌いたいと思います。なんて返してくる。しまった日はなぜか走りたくなるんだ。僕がどこかへ走らなきゃ地球が回らなくなるよ。校舎の窓に反射した空の雲は止まってる。自分の方が動かなきゃ欲しいものは手に入らない。君はずっと変わらないままクラスメイトの一人で仲悪くなんてないけど、そんなに親しいわけでもない。誰にも相談できずに遠くから思ってるのに、一年過ぎても全然僕たちの距離は埋まらない。何か聞こえないか、恋の足音だ。気づくんだ通学路の桜の木がいくつか芽吹いていることに。そういう感じでやってこないかな僕たちの春。風はやがて吹き始めて何か思い出したように、裏の団地のベランダで洗濯物が揺れてる。地球は回っているから、季節はまためくるだろう。君も何度も好きになって何度も切なくなるんだ。言葉にしないよ胸
できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんて。緊張しすぎてしまうよ。迎えに行って僕が連れてこようか。遅すぎる春。低音があんまり得意じゃなくて、腹が痛い、口が、この喉が乾燥しちゃった。日向祭りだから、日向といえばあれじゃない、もう一口。あ、それか。じゃあこれにしちゃいました。大好きだよ、夕日に向かって叫べ。大好きだよ、大きな声で叫べ。大好きだよ、海まで走って叫べ。大好きだよ、一人ぼっちで叫べ。おいおい、歌えるかな。切なくて苦しくてどうしようもないことって時々はあるけれど、いつもとは違う胸の奥、こんなにも溢れ出す感情は人生で初めての経験かもしれない。コンクリの防波堤によじ登って僕は立ちながら、今自分の熱い気持ちに素直になる。大好きだよ、風に向かって叫べ。大好きだよ、力の限り叫べ。大好きだよ、波音以上に叫べ。大好きだよ、腹の底から叫べ。順調とは僕らしい正義だ。そんな恥ずかしいことか、キラキラと輝く恋心寄せては返す愛しさよ。ちょっと大好きのとこ、ちょっとなんか気まずいっていうか恥ずかしい。やっぱ23歳だからかな。人目が合うだけで何も言えなくなるんだ。そこはいつだって臆病にさせる教室の片隅で見つめるのが精一杯。ため息を吐いちゃえば諦めるの。いつだった。
ながら僕に教えるよ。今日やり残してしまったこと、明日やろう。気持ちいい。だ、言い過ぎだよ。君に向かって叫べ。だ、言い過ぎだよ。勇気を出して叫べ。どうぞ。だ、言い過ぎだよ。先生どうぞ。さっき先生どうぞ。言い過ぎだよ。結果恐れず叫べ。青春とは今だけの正義で、何をためらってるのか。失敗をしながら学ぶもの、後悔なんて残すなよ。順調とは僕らしい正義だ。そんな恥ずかしいことか。キラキラと輝く恋心、寄せては返す愛しさよ。順調しか生き方を知らない、僕は僕らしくやるよ。誰かから背中押されなくても、いつかはちゃんと言えるはず。なあ言い過ぎなよ。夕日に向かって叫べ。なあ言い過ぎなよ。大きな声で叫べ。なあ言い過ぎだよ。上まで走って叫べ。なあ言い過ぎだよ。一人ぼっちで叫べ。大きい声で叫べって言われた。だって言われたからね。歌詞通り、指示された通りに歌いましたね。はい。耳がカーってなって、絵文字が。スキブのガスブ来たけれど、先の予約だった。マネージャーの君が日にち間違えてた。絶対にありえないミス。ごめんなさいって必死に謝る姿に、僕はキュンとしてしまって、怒れないのはなぜだろう。できる。失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ。そんなに運転でしさに、僕はどんどん惹かれてゆく。仕方なく帰って気がついた。みんなの荷物はどこへ行った。忘れてきちゃったのに、どうせまた行くかなって。くたくのないその笑顔。そう、人生なんて他の力を抜かなきゃきっと息苦しくなるから、楽しくやってゆこう。ポンコ
切なんじゃない、そんな君のそばにいる、僕の器は小っちゃすぎる、何度間違っても妹たくましく生きなきゃ。僕の器消しゴムやないかい。人並みなんちゃうとしようとする、言われたことだけを言われたようにやる、欲しかったのは自由、どこかネジが緩んでる、マイペースな君の価値だ、思うよりいかないこと気にしないで生きる、ポンコツポンコツな君が好きだ、いつもドジばかり踏んでる、頼りないところがいい、なぜか安心できる、失敗しちゃった時の慌てぶりが可愛いよ、そんな人間らしさに僕はどんどん惹かれてゆく、守ってあげたくなる。ポンコツ最高。バカ。ポンコツ最高はバカ。駅のプラットホーム、電車が近づく、運転席の窓が綺麗に反射した、冬の重たい空気をかき分けて進むように、君と一緒に朝がやってきた。いつも同じ顔ぶれの乗客の中に、定位置の君を確認して、わざと少し離れため息ついた、僕はそれでも幸せに思えた、だけど目と目合ってもリアクション困ってしまう、不意に胸がキュンとして、目をそらすしかない心を見透かされる、なんてぎこちないんだろう、なんて不器用な、僕はドアにおでこをつけ、すごいスピードで過ぎる街をぼんやり眺めてた、なんてぎこちないんだろう、自分でも気づいているよ、そっと遠くから過ぎている、いつの日にか卒業するまで落ちない、通学電車、ある日君が定時にいない日があって、僕は心配をしてしまった、真っ暗なトンネル「その姿見たときに」「いても立ってもいられず」「どうしたんですか?」って思わず聞いたんだ、なんて大胆なんだろう、なんて勇気あったんだろう、君は
覚電車なんて不器用なんだろう。僕はドアにおでこをつけ、すごいスピードで過ぎる街をぼんやり眺めてた。なんてぎこちないんだろう。自分でも気づいているよ。そっと遠くから好きでいる。いつの日に卒業するまでぎこちない通学電車。できなくなった。え、すごっ高いのが出ない。すごい、急にできた。あんなできなかったのにねあんなできてなかったのにじゃあ最後これ歌おう。いやーどうしよっかな。あ、これにしよう。時間大丈夫。Yeah.
首。AKB 賞の時かな。はい。勝った。メインピー、メインピー。好きなのかもしれない。たっか。でも、のえちゃんの卒業公演で披露したのめっちゃ楽しかった。ですね。あと、のえちゃんの卒業公演寂しすぎて全然 DMM で見れなかったんだけどさ。なんか、ジバルデイズとか見たんですけど。私、声でかくない?まだ録画してる?ほんと ?AKB 賞?私、マジで声、でかいよね。なんか自分の声ってやっぱわかるじゃないですか。みんなも私の声ってわかんのかな。わかんないか。元気いっぱいだから、ね、自分の歌声ってすぐわかっちゃうんだよね。これすごいすごい。ごい君の瞳から涙が溢れたら。声でかかった。うん。そうそう、声通るからね。声通るのはマジで遺伝だと思いますね。ママだってゲーセンでさ、店員さん呼ぶ声とかマジ声通るもんな。あれ絶対遺伝。すいません。絶対遺伝なんだよな。姉ちゃんもあの甥っ子とか叱る時とか声めっちゃ通るし、うん、遺伝だね。というわけで13位トリトンさん、12位中村ランドエジュ水戸橋博士さん、11位メグネさん、10位 JT さん、9位うなぴちゃん、8位エムデンさん、7位ハムちゃん、6位部長さん、5位パンダの帝王さん、4位エイちゃん、3位ハチさん、2位アゴさん、1位ハルカズさんでした。ありがとう。なんかひなあられとかミラーボールとかアイテムありがとうございました。そしてたくさんのコメントもありがとうございました。9時半くらいからオープンネックで配信するのでよかったら見に来てください。バイバーイ。元気いっぱい。バイバイ。